お帰り。遅かったね。ケイちゃんたちと飲んでたの？ふふん、なんでもお見通しさ。そう、次のドラマで探偵役やるんだ。そのためにね。このタバコに混ざった独特の香り、駅前のバー、グラムにいたね。さらに、わずかに細くなってしまった体。今日、お昼を抜いたね。忙しくて食べてる暇もなかった？まあね。本当は、なんだろうね。だって、心配だったんだよ。最近すれ違ってばっかだったし、君に何かあったらって思うと。なんだよ。おかえり。会いたかった。